トーマス・ウィリアム・クレバリーは、イングランド・ハンプシャー州、ベージングストーク出身のサッカー選手。エフルチャンピオンシップ・ワットフォード FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。2004年から、ブラッドフォードシティ AFC のアカデミーでキャリアをスタートさせ、2005年、マンチェスター・ユナイテッド FC のアカデミーに加入。2009から10シーズンに、ローンで加入した、ワットフォード FC で、 フットボールリーグチャンピオンシップ33試合出場11ゴールと活躍した。翌シーズンはプレミアリーグのウィガンアスレティック FC にローン移籍した。2011から12シーズンはローンから復帰しマンチェスターユナイテッド FC でプレーしていた。2014から15シーズンはアストンビラ FC へレンタル移籍で加入すると2014から15 シーズンのプレミアリーグ32試合に出場した。リーグ終盤戦にはマンチェスターシティ、エバートン、ウエストハムを相手に3試合連続ゴールを挙げ、チームの一部残留に貢献した。アストンビラのレンタル契約には買取オプションが含まれていたものの、行使はされなかった。2015年6月5日、マンチェスターユナイテッド FC からエバートン FC へ完全移籍することを発表した。 マンチェスターユナイテッドとの契約が2015年6月で満了となるためフリートランスファーでの移籍となった。2017年1月12日、シーズン終了まで買取オプション付きのレンタルでワトフォード FC に移籍した。シーズン終了後、ワトフォードに完全移籍。イングランド代表として U-20、U-21 代表でプレーした。 2011年8月、ファビオ・カペット監督から親善試合のオランダ代表戦で A 代表初招集されたが、イギリス暴動の影響で試合は中止となった。その後、2012年7月にロンドンオリンピックに挑むイギリス代表に選出された。2012年8月15日に行われたイタリア代表戦で A 代表デビューを飾った。ありがとうございます。